一晩はこんな感じで、次の日にこの取りましょう。ほぼ思惑通りにはいかなかったものの、ほぼ完成ということで、水質を検査しながら生態の方を見ていきたいと思います。主にグッピー、グッピーのメイン水質を一緒にしてますので、はい、やはりグッピーは綺麗、かわいい。ただ納得できないことが、前傾層が育ちすぎ、赤線の下根っこが伸びてソイルがスカスカなんで、それで掃除もできないし水草もどんどん抜けます。ですので思い切って前の草を全部抜いて、砂を埋めることにしました。今こんな感じです。結局種から育てる水草水槽は大失敗でした。上畑のハイグロシードは育ちすぎ、それとソイルには十分に高さが必要です。それを踏まえて水草水槽を楽しみたいと思います。